はい、どうも皆さん、こんにちは。本日も、テイルズ最新作やっていきましょうか。で、今日なんですけど、新たなステージにやってまいりました。クルド全員撃破して、新たなステージですよ。おそらく、ここが真のラスボスじゃないかなと思っているんですが、正直わかりません。初見プレイなんで。本当にわかんねえわ。多分真のラスボスじゃないかなと思っていますが、多分この動画出る頃には全部終わってるんだろうな。今ね、溜め取りしてて、もうね、ストックが30本ぐらいあるんですよ。っていうことは仮に動画を出していくとなると、ね、1日5本出すとしたら、ちょうど1週間後に出るっていうことでしょ、この動画。じゃあ、相当後にこれ出るんだろうな。まあ若干ね、動画の出る順番、時系列バラバラなんですが、ご了承ください。っていうことで、どんどん殴っていきましょう。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、そういったところでボコってこう、うわ、もうひどいな、これ。ひどすぎる、ひどすぎる。さあ、雑魚敵を倒しました。経験値が、ちょっと少ないね。もうちょっともらえてもいいんじゃないかなと思うんだけど。で、ここからこれどこ行ったらいいの？ちょ、よくわかんないけどさ。あーってことは、これは、なるほどなるほど。ちょ、一旦降りましょうか。一旦降りて、で、ここの先行けばいい感じか。オッケーオッケー、了解です。さあ、できるだけちょっとね、レベリングしていきたいわけなんですが、ここでオッケーか。ここかな？なんか気持ち、待って、気持ち悪。何これ？めっちゃキモいんだけど。うわお前、素手で登って大丈夫？なんか気持ち悪いね。何なんだろう、これ。木ではないよね。木の根っことかではないしな。ツタでもねえし。なんかちょっと奇妙な雰囲気がしますよね。で、上登っていきましょう。さあ、中層やってきた。で、またまたモンスターやってきたわけだけど。めっちゃまがまがしいね、これ。まがまがしい。なんかね、宇宙人みたいな感じやな。なんかさっきデビルみたいなやついたんだけど、あれもなんか結構独特でしょ。うわぁ、マジか。撃てなかった。最悪。で、ボコっていきましょう。さ、ボコボコボコっていきましょう。あとさ、真のラスボス皆さん倒しましたか？まあ、なんかな、なんかさ、なんかラスボスみたいなやつ多いじゃないですか。どれがラスボスかわからないよね。なんかラスボスっぽい敵が多すぎて、ラスボスと思って倒したらラスボスじゃなかったみたいな、そういった展開が結構多いんだけど。けど一応あれなのか。5人目のスルドが一応ラスボスなのかな。で、その後に真のラスボスと裏ボスと、裏の裏のボスが控えてるみたいな感じ。まあ、モンスターハンターで言うと、裏ボスはミラボレアスみたいな感じよ。ね、表のボスと裏ボスって違いますからね。ってことで、おお前らぶっ倒してやるぜ。カオスフィギュアって名前かっこいいね。だけどさ、使い回し多すぎない？このゲーム。まあ、RPG 全般に言えることなんだけど、使い回しが結構あるよね。モンスターの。モンスターの使い回しが結構あるわ。色が若干違うだけで名前変えて、新モンスターとして出すみたいな。まあ、これって RPG あるあるなのかな？結構あるあるなイメージがありますよね。これっていうのは。さあ、ガンガン、殴っていこうぜ。OK！ 決まっていく！かっこいい。かっこいいな。で、殴っていって、殴っていって、てか、ダメージがインフレしてきたね。ダメージインフレするのはいいんですが、ただ一方で、経験値がね、あんまりもらえないんですよ。もうちょっともらえてもいいんじゃないかなと思うんだけど、ね。経験値稼ぎってめんどくさいからな。で、こいつは殴っていこう。で、今、中層まで来てるわけなので、あともうちょっとで、つくんじゃないかな？この調子だと。ね。ただダンジョンが割と複雑で、うわ！ハテナハテナが3つあります。ってことで、多分手前っていうことはないと思いますので。ま、奥の方に行けってこと？これどうしたらいいの？じゃ、わかんねえな。結構迷路みたい。複雑ですよ。で、上登ると、うわー！え？こいつ何？うわ、やばそうなやついる。マッチョー、マッチョっぽいやつがいる。ちょ、こいつ倒そう。結構経験値もらえそうな感じしない？俺の印象なんだけど。結構もらえる感じがするぜ。ってことで殴っていきましょう。まあ、できるだけレベリングしていきたいからね。
できるだけレベル上げていきたい。さあ殴っていきましょう。ラスボスがどれぐらいあったら倒せるのかな。まあ、ラスボスっていうか真のラスボスか、まあ、60ぐらいあれば十分なのかな。どうなんでしょうか。まあ、ちょっとね初見なので分かりませんが、とりあえずやっていきましょう。まあ多分ねこの動画出る頃には全部終わってそうな感じがするけどね。だってさ1週間後とかに出るでしょこの動画。多分だけどね、分かんないけど、俺の気分次第だからさ、俺の気分でどのタイミングで出すか決まるから分かんないけど、多分1週間後ぐらいに出るはず。で攻撃していこう。ただやっぱり仲間が多いといいよね。なんかリンチしてるみたいなんかひどいな。まあ、敵だから別に、お前やめろや、お前後ろから強襲すんの、お前卑怯者。そういうの卑怯、後ろから来るな卑怯よ。正々堂々戦えよ。拳と拳で殴り合おうぜ。魔法は邪道なんだよ。で、これで OK。うわ、結構食らうなぁ。え、これ大丈夫かな、俺。大丈夫？ちょっと不安になってきた。いや、回復間に合うかどうかが不安ってことね。ちょっとね、グミ買ってなかったんですよ。グミ買ったらよかったかもしんない。で、これで決めて、多分フィニッシュのはず。で、フィニッシュすると、これで、確かバトルスコアが多めにもらうことができるんですよね。さあ、バトルスコアボーナスもらいました。今のは誰も見てないな。大丈夫だ。問題ない。今のねえわ。マジで今のねえわ、と思った。ちょ待って、どこ行ってたかわかんなくなったわ。ああ、こうやってぐるぐる回ってるってことか。多分これアイテムゲットできるだけだよな。なので、順路は、そこのなんか扉みたいなところ扉みたいなところかな。戦いたくないよ。いないよね、敵。なんかあるよな。あれなんなん。ほっ！プステップジャンプをゲットした。レッドラベンダー。こちらゲットいたしました。なるほどね。ってことで、ここもう一回。ほっ！うわぁ！くそ、下手くそー。ダメじゃねえか。もうめんどくさいからこのまま行くか。なんかもう一つ、ああ、けどもうアイテムありそうな感じするからな。一応登ってこうか。結局なんか登らないと後悔するからな。どうせ1分ぐらいで終わるから登っていきましょう。あれ、結構長いな。結構長い。あ、ありました。これ何？あ、いいね。パイングミ。素晴らしい。今ちょうど俺はね、グミが欲しかったところよ。グミが欲しかったところだったので、今のはありがたい。ってことで、どんどん上に行きましょう。さあ、そろそろじゃないかな？そろそろじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか？うえぇ、デビル！出た、カオスフィギュア。けど、こいつそんな強くないよね。なんか見た目はさ、結構厄介そうな感じがするんだけど、まあ、実際戦ってみると、そんなに強くはないっていうね。やっぱさっきのゴリラみたいなやつは鬱陶しかったけど、こいつはそんなにって感じやな。まあ弱くはないんだけど、めっちゃ強いかって言われるとそうじゃない気がする。まあ難しいところっすよね。ってことで、ガンガン殴っていきましょう。さあ、ガンガン殴っていくぜ。オッケー、いいね。さあ、魔人剣、ぶっ飛ばしていく。だんだんね、ダメージもインフレしてきましたね。やっぱ後半っていうことで。さあ、どうだ？殴っていく。で、これでフィニッシュか？いけるかな？まあ、いけないね。あと、もうちょいやるな。半分ぐらいか。さあ、ぶん殴っていこう。こいつ、そんな強くないよね、やっぱり。動き止まるのがめっちゃ楽なんだけど。これはめっちゃ楽。ってことで、倒しました。よし、上行くか。けど、経験値は結構、もう、なんか、物騒なやついる。待って、なんかもうやばそうな人がいるよ。人じゃないけど、人じゃないけどね。何ですか？やめて。僕戦いたくないよ。いや、あいつ倒さないといけないかな。じゃ、できるだけ避けてんだよな。ちょ、回復の目処が立ってねえからさ。これ何？これなんだ。おお！ってことは、いよいよ、ボスですか？なんかボスのフラグがめちゃ立ってるね。なるほどなるほど。で、はいはいはい。ってことは、おー、何これ？できる？
これ戦った方がいいよな。ちょっと戦うか。まあ、さっきのは強すぎるからできるだけ戦いたくないけど、お前らだったらいいわ。お前らだったら OK よ。で、俺のレベルがもうちょいで上がるはずだから、できるだけレベリングはしていきたいところ。さあ、殴っていきましょう。まあ、結局なんかレベル上げて物理で殴るっていうのがこのゲームの、ね、鉄板的な戦略ですよね。レベルを上げて物理で殴るみたいな、まあ、RPG あるあるですよ。さあ殴っていこう。殴ってけ殴ってけ、気合入れてけよ。でリンウェルを出していこう。ところでさ、アップデートがあったの皆さん知ってますか？なんかアップデートがあったらしいですよね。そういえばまだアップデートしてないけど、いやアップデートまだなのか、ごめんなさい、まだか。なんかその不具合が見つかって、なんか公式から告知があったんですよ。でアップデートがあるとかないとか、そういった話が今出回ってるんですよね。多分もうアップデート入ったんじゃないかな、ちょっと知らないけど、ずっとテイルズやってるから。確か初日に公式から告知があったから、そろそろアップデートあるんじゃないか。お、ってことでこれで倒せない、あともうちょっと。これ大丈夫？ちょくそダメだったもう飛びすぎなんだよさすがに、今のは飛びすぎ飛びすぎで、これでオッケーかな。さあリンチリンチリンチタイム、さあリンチタイムよ。そうだ、どうだどうだ、いいね、リンチタイム終わり。でここに何かありますね。これ何？うおい！これは嬉しい！やっぱりお金は嬉しいよな。お金は嬉しいよ、本当に。めっちゃ金欠だからさ、このゲーム本当にお金ねえから。あ、CP がやばい。あれ？ちょっと待って。これは、あれ、なんか場所違うくね、こっちだってんの、こっちだってんのか、ちょっとわかんねえけど、まあいいや、とりあえずレベリングしなきゃいけないから倒していきましょう。あれ俺間違えたけど、さっき入り口のやつがあったから、まああれで戻ってもいいからね最悪。あー CP がちょっときついな、まあ、せめてグミがあればどうにかなるんだけど、グミねえからな。いや本当にお金がきついこのゲーム、グミ買いてえけどお金がねえっていうね、もう悲しすぎるわ。まあ、装備にお金かけてるっていうのもありなんだけど、お前も使えてねえよ、オーギー。オーギー使ってくれよ。さあ、ボコってこうぜ。けどまあ、レベル差があるおかげが、まあ結構無難に戦えてはいるよね。まあ、CP が減りつつはあるんですが、まあ比較的戦えてるんじゃないかなと思います。さあ、できるだけね、この段階でレベルをアップさせていきたい。やっぱレベルはね、できるだけ高ければ高いほど楽ですからね。で、このままどん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 進んでいくっていう感じかな。おそらく。俺もね、初見だからよく分かってねえんだよな。まあ、新しいステージに来たということで、まあ、結構テンション上がってますよ。ね。ただ、少なくとも、ラストダンジョンか、ラストの手前のダンジョンだと思うんですよ。多分、これは2部のラストダンジョンみたいな感じかな。まあ厳密には手前かもしれませんが、ちょっとわかりません。で、ここ登っていくと、今度は何がありますか？なんかありますかね、逆に。何もありませんかね。まあ何もなかったら中で何でもいいんだけど、スキットが始まっちゃったってことでお疲れ様でした。まあちょうどね、区切りがいいので、今日はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくテイルズをやっている方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。